私の名前はなごみ、26歳です。夫の達也とは新卒で入社した会社で知り合い、3年前にゴールインしました。達也は頼りになる先輩で、私もいろいろとお世話になりました。今は別々の職場になってしまいましたが、当時のことは懐かしい思い出です。なごみは入社当初から天然だったよな。初日から新入社員に一人変わった子がいるって有名だったんだよ。私、昔からよく天然だねって言われるんだけど、自分では全然わかんなくて。でも人の目なんて気にしても仕方ないので、褒め言葉だと思ってポジティブに捉えるようにしています。ほら、おつぼね様が新入社員は朝早く来て全員分のお茶を入れなさいって言った時。そうそう、職場には大昔から勤めている大先輩がいたんですけど、いろいろと教えてくれてとても頼りになる先輩でした。なごみがお茶は自分で入れて熱々のを飲んだ方が良くないですかって言い放って、周りの職員も一斉にうなずいたよな。あれ以来あのくだらない風習なくなったんだよな。だってお茶を飲むタイミングは人それぞれだし、せっかく飲むなら入れたての熱いお茶がいいですよね。私は当然の提案をしただけなんだけど。それにほら、社長が廊下で専務を探してケロケロしてたら、迷子ですか、私もよく迷うんですよって言ったエピソードもなかなか強烈だったよな。お前入社したての時よく社内で迷ってたもんな。だってキョロキョロしてる人を見たら当然道に迷ってると思いますよね。困ってる人がいたら声をかけて助けるのは大人として当たり前だと思うんです。まあ俺はなごみのそんな素直で優しいところに惚れちゃったんだけどね。おかげで毎日幸せだよ。うん、私も幸せよ。こんな感じで今でも私たちは深く愛し合ってるんです。結婚して3年が過ぎ、そろそろ子供も考えてはいるのですが、まあいつかは授かるだろうと思って今は自然に運命を委ねています。そんな私には理想の家族像があるのです。それは達也の5つ上のお兄さんの直也さんと、奥さんのパニコさん、可愛い娘のパニミちゃん、そして義母の4人家族。5年前に義父が他界してから、長男の直也さん一家が隣町の義実家で義母と一緒に生活してるんですけど、親子3世代で一つ屋根の下に暮らすなんて本当に羨ましい。一人っ子で片親育ちの私には憧れの家庭なの。直也さんもパニコさんもとっても優しくて、私は本当の兄弟ができたみたいで嬉しくってしょっちゅう遊びに行っちゃうんですよね。でも気が利かない私はいつも義母に迷惑をかけてしまって、私が至らないばかりに義実家への訪問が義母のストレスになってるんじゃないかと心配しています。今週末も達也と一緒に行くことになってるんですが、粗相のないように振る舞わなきゃ。週末、隣町までは車で1時間、達也の運転で義実家に着いたのはもうすぐお昼になる時間でした。あらあら、こんな時間に到着なんて、お昼時を狙ってくるなんて相変わらずね。あ、私としたことが。ごめんなさいお母さん、お腹空いてますよね。どうぞ私たちにお構いなくお食事してください。そうですよね、せっかくお昼ご飯を食べようとしているのに私たちがガヤガヤやってきたらゆっくり食事なんてできませんよね。いや、そういうことじゃなくて、人様の家にご飯をたかりに来て癒やしいと言ってるのよ。あ、なるほど、私たちの昼食の心配でしたか。大丈夫です、私と達也はカップ麺で済ませますからお気遣いなく。私、万が一の時のためにいつも持ち歩いてるんですよ、カップ麺。お湯だけお借りしますね。すると私たちの会話にパニコさんが割って入ってきました。もうお母さんたら、どうして素直に二人の到着を心待ちにしていたって言えないの？今日は達也さんが来るからって朝から張り切って食事の用意をしていたくせに、そんな嫌味を言ってないでさっさと一緒に食べましょう。え？嫌味？いやいや、パニコさん、お母さんは私に礼儀を教えてくれてたんですよ。すみません、私ったら気が利かなくて。食事時に来るなんて非常識もいいところですよね。今度から気をつけます。私が頭を下げると、義母はなんだかドギマギした様子でこう言ったんです。
まあ、今日のところはよしとしましょう。ほら、昼ご飯作りすぎちゃったから、あんたたちも一緒に食べなさいな。本当ですか？ありがとうございます！嬉しい！昔から、ギフト、二人の男の子の料理を作り続けてきた義母の料理は、すごく美味しいんですよ。私の母はいつも仕事で家にいなかったので、私、こういう家庭の味に憧れちゃうんですよね。それに、義実家はいつも綺麗に掃除してあって、ズボラな私にはとてもじゃないけど、真似できそうにありません。お母さんは本当にできる女なんです。なごみさん、我が家に来たからには、嫁としてきっちり働いてもらいますよ。食事の後片付けや、掃除の仕方をみっちり叩き込んであげるわよ。食事を終えて早々、義母は私にエプロンを手渡して、こう言ってきました。え？お母さん、それ本気ですか？私が驚いてこう言うと、またパニコさんが割って入ってきたんです。お母さん、なごみさんがせっかく遊びに来てくれたのに、家事なんてやらせるつもり？そんなの、わざわざ今日やらなくても。そんな、パニコさん。私はパニコさんの言葉を途中で遮って言いました。いや、お母さん、私精一杯やらせていただきます。お母さんがお休みの日に私のために時間を割いて教えてくださるなんて感激です。でも、私のリアクションになんだか義母は拍子抜けした様子。そうね。それじゃあ掃除から。その後、義母は床の拭き方や窓ガラスの磨き方などを細かく私に教えてくれたんです。さすがお母さん。これまで真剣に家事を教わったことのない私は感心しきり。あなたね、これくらいは嫁として当たり前よ。私が嫁いできた時には掃除機もなくて大変だったんだから。私一人で家中を掃除しなきゃいけなくて、一日中家事に追われていたものよ。今の人は楽ばかりして、本当にだらしないったら。昔の人は大変だったのね。お母さんのお話、大変ためになります。そこへまたもやパニコさんが登場。さて、そろそろおやつの時間にしませんか？なごみさん、キッチンでちょっとお手伝いしてくれる？私はパニコさんに手を引かれ、キッチンへと連れて行かれました。ごめんね、なごみさん、お母さんたら嫌味ばっかりで。え？嫌味って？お母さん、私が生意気で逆らってばかりだから、何でも素直に言うことを聞くなごみさんにはきつく当たるのよ。自分も昔、相当嫁いびりされたくせに、どうしてああなんだか。え？私、もしかして、嫁いびりされてるの？え？そんなわけ、だって私、全然いびられてるような心境になってないもの。いえいえ、私こそ、嫁いびりされてるなんて全然気づきませんでした。気づかなくて本当に申し訳ないです。お母さんに謝った方がいいですかね？いや、さすがなごみさん。あまり心配することもなさそうね。パニコさんは苦笑していたけど、私はまたお母さんにストレスをかけてしまったのでは、と心配で。あ、そうだ。私この間旅行に行った時のお土産持ってきたんですよ。みんなで食べましょう。そうそう、すっかり忘れていました。先週友達と旅行に行った時にお土産を買ってきたんです。美味しいお菓子を食べたら、お母さんもきっと機嫌を直してくれるはずです。リビングへ戻った私は、早速お母さんにお茶とお土産のお菓子を出しました。お母さん、私先週友達と旅行に行ってきて、久しぶりに女友達と遊んで楽しかったんですよ。そう言って私がお菓子を差し出すと、義母はこう言ったんです。あー、いいわね、若い人は。私なんてこの家に嫁いでから、友達と旅行なんて行ったことないわよ。そもそも嫁が家を開けるなんて信じられないわ。夫を置いて友達と旅行なんて。と、それを聞いた達也。いやいや、俺が行ってこいって言ったんだよ。家のことなんて俺一人でできるしさ。たまには友達と息抜きも必要だよ。でも、義母は話し続けていました。たく、その友達もどうかと思うわよ。既婚者を旅行に誘うなんて非常識よ。だいたいなごみさんは嫁としての自覚が足りないのよ。退職したと思ったらすぐにまた働き始めて。嫁は家を守って子供を産むものよ。子供だって生まれる気配がないじゃない。余計な遊びしてないでさっさと子供を作りなさい。すると今度はパニコさんが口を開きました。お母さん、なんてこと言うんです。
今時結婚後も女性が仕事をするなんて普通ですよ。それに私の時も散々言いましたけど、子供のことは夫婦の問題なんですから、お母さんがとやかく言うべきじゃないです。あまり時代錯誤の発言をなさるようなら私にも考えがありますよ。そうだよ、達也たち夫婦のことをとやかく言うなよ。ほんとだよ、俺たち子供は自然の成り行きに任せよって母さんにもそう言ったよね。いつの間にかみんながお母さんを批判し始めて。お母さんごめんなさい。え？私、お母さんに一緒に旅行に行く友達がいないって知らなくて、私は結婚してからも友達と遊んで、達也も優しくて、これが普通だと思っていたから。でもお母さんの時代は女は家庭に入る時代だったんですよね。子供を産めってプレッシャーをかけられる時代だったんですよね。友達を作る暇もなかったんですよね。え？でも大丈夫です。達也も直也さんももう大人ですから、これからはお母さんも好きに生きていいんですよ。私、ずっとお母さんの言葉を考えていたんです。そうですよね。ギフと息子二人の面倒を見ていた義母は、旅行なんてする暇がなかったんですよね。私とは時代が違うんですもの。遊びにも行けなかったんですよね。結婚して、この土地に嫁いできて、外の世界に触れることもなしに、ずっとこの家にいた義母には、友達を作る機会もなかったはずです。そう思うと、私は義母が不憫で、かわいそうに。うん、こんな時こそ、いつもお世話になってる私が何とかしなきゃ。そう考えた私は、お母さんがお話をしてる間に、ない知恵を一生懸命絞ってたんです。そして、ものすごーくいいアイデアをひらめちゃったの。これならきっと義母も気に入って、これまでの私の不作法を許してくれるはずです。いいや、私にだって友達くらい。わかってますよ、母さん。無理しなくても大丈夫。これからは、私とパニコさんが、お母さんの友達代わりです。友達？ごめんなさい。私一人だけ旅行に行ってはしゃいちゃって。次はお母さんも誘いますね。一緒に行きましょう。いいよ。私は、ドギマギしている義母の両手をしっかりと握って、こう言いました。手始めに、早速今月末に、パニコさんと三人で旅行に行きましょうよ。私も一緒なの？当然じゃないですか。いや、それは。ああ、楽しみ。私が全部手配しますから、安心してお任せください。私はそういうの。私の言葉に唖然としていたみんなですが、次の瞬間。三人が一斉に吹き出して笑い始めました。私、何か変なことを言いましたか？ちょっと、あなた突然何を言うのよ。私は旅行なんて、あんたたちも何とか言ってやりなさいよ。いや、いいと思うよ。母さんもたまには息抜きしておいでよ。そうですよ。可愛い嫁から、こんなぶっ飛んだ提案。そうだよ。俺たち自分のことは自分でできるしさ。母さん、父さんが亡くなった後も、どこにも行ってないじゃん。それは、一人じゃどこにも行けないし。やっぱり！ええ！ほらね、やっぱり思った通り。お母さん、誰かが外に連れ出してくれる機会を待っていたんですね。お母さん、遠慮しないでください。これまでいろいろとご迷惑をおかけした、せめてもの罪滅ぼしです。すると今度は、バニミちゃんが目をキラキラさせて、私を見上げてきました。今年で3歳になるパニミちゃん、とても賢くて、お母さんのパニコさんにそっくりなんですよ。なごみちゃん、どっか行くの？パニミも一緒に行く。パニミね、ディズニー行きたい。あら、いいわね、ディズニー。じゃあパニミちゃんも一緒に行きましょう。女子4人で旅行、女子会だね。みんなでディズニーだ。楽しみね。盛り上がる私とパニミちゃんをよそに、お母さんはいまいち浮かない顔ですが。あのね、私はそういうのは、この町から出たこともほとんどないし。大丈夫です。私、こう見えても旅行が趣味なんで、どんとお船に乗った気持ちでお任せください。とりあえず手始めに、ビッグサンダーマウンテンに乗せてみようよ。きっと世界観変わるよ。はあ、それいいかも。お母さん、きっと目から鱗ですよ。
あ、いや、あの、私は遠慮し、ダメです。お母さんには、これからの人生の楽しみを、じっくり味わってもらうんですから。きっと、初めての女子会に不安なだけですよね。ここは、私の腕の見せ所ですね。さて、頑張って最高の旅にするわよ。お母さんたちと出かけた旅行、最高に楽しかったですよ。パニコさんには、お母さんの旅行準備で、カバンや服を買いに行ったりと、いろいろお世話をかけてしまったけど、パニミちゃんも大喜びで、4人で朝から晩まではしゃいちゃった。最初は緊張からか、険しい表情をしていたお母さんですが、アトラクションを楽しむうちに、すっかり虜に。最初にビッグサンダーマウンテンに乗った後、なんだか感動しちゃったみたいで、うずくまって言葉もなく泣いちゃっててね。泣くほど楽しかったのかなって思って、もう一度連続で乗っちゃった。夫たちは、私たちの留守中の家事も完璧にやってくれていたし、義母も最後には、またみんなで来ましょうねって盛り上がってくれて、大満足です。でも、ビッグサンダーマウンテンはもう二度と乗らないって言ってたんだけど、どうしてだろう。あ、待ち時間が長いアトラクションだと、私たちに迷惑がかかっちゃうと思ってるのね、きっと。これからも、定期的に女子会をやって、みんなで旅行を楽しむ予定なの。あれ以来お母さんは外出が楽しくなったみたいで、今ではいろんな趣味サークルに所属して忙しくしてるみたいです。友達もできたようだし、よかったよかった。今回の件でお母さんとの絆もがっちりだし、私もやっと義実家の一員として認められたような気がします。正直なところ、私なごみさんって苦手だったのよ。あの子何を考えてるかわからなくて。あら、なごみさんいい子じゃないですか。私と違ってお母さんに逆らわないし。あんたは裏表がなくってわかりやすくていいのよ。でもあの子何を言ってもめげないし。だからっていびっていいわけないじゃないですか。そんなだから息子くんたちに怒られるんですよ。だってあんたやなごみさんを見てたらいつも楽しそうで、私が嫁に来た時はそりゃもうひどくいびられて、私面白くなくって。そんな意地悪とめと旅行に行くなんていい嫁じゃないですか。なごみさん、息子にあんな明るくていい子ができるなんてお母さん幸せですよ。そうね。おまけにもう一人の嫁は完璧なこの私。自分で言う？それ、私だってちょっとは反省してるのよ。これからはいい姑になるように努力するわよ。なごみさんのおかげで私も人生楽しくなっちゃった。そうですよ、人生まだまだ先は長いんですからね。今度はみんなで海外にでも行きましょう。え？海外だって英語とかできないし。大丈夫です、私ペラペラですから。それに英語ができなくてもなごみさんがいれば大丈夫。言葉の壁なんてあの子なら吹っ飛ばしちゃいますよ。そうね。それもそうね。いいわね。また女子会楽しみだわね。ね、パニコさん。はい、いじじ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。